この動画は私の個人的な思想、心情に基づき、特定の人物に対する攻撃的、批判的な内容が数多く含まれており、視聴すると気分を害したり、不快感を覚えたりする可能性が非常に高いです。そのため、ファンまたは関係者の方々におかれましては、この動画は視聴されないことをお勧めいたします。すぐ閉じて別の動画をご覧ください。この動画を視聴して、そのような症状が出た場合でも、私は一切責任を負いませんので、ご了承の上、ご視聴いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 はい、大丈夫でしょうかね。あのなんか前にもこのような、えー、スタートの動画を撮ったことがあるような気がいたしますが、えー、今回は、えー、その時よりもさらに攻撃的な内容になっている可能性が非常に高いので、再三申し上げますが、えー、気分を害したり不快感を覚える可能性の高いファンまたは関係者の方々はこの動画、えー、視聴しないようによろししくお願い申し上げます。私、学生の頃に高級料理店でアルバイトをしていたことがありまして、えー、やっぱり高級料理店なんで、 来られる方っていうのは高齢者の方であったり、あの、ハイクラスの方々が多かったですね。で、やっぱりその分ですね、あの、食べきれないっていうふうなことがちょこちょこあって、で、それでお口に合いませんでしたかなんて言うと、すいませんね、食べきれなくて申し訳ないねっていうふうなことをね、おっしゃるような方が多かったようなイメージがあります。で、まあそういう経験を持ってですね、まあ今回のこのより金啓一というのは、廃棄前提おじさんの件ですね、見てみるとですね、もう、勘に触る、勘に触る、もう。<laughs> <laughs> でまあ、まあこの件にちょっと触れながらまあこの件からあのどういう風な学びを得ていくかというのをねまあここでちょっとお話をしていこうかなという風に思います。 はい、で今回のことのいきさつをざっくりお,おさらいしておきますと、えー、このよりかねけい一というあの田畑大学の構成員ですね、が GoTo トラベルのキャンペーンを使って、えー、旅館に行きましたと、でそしたら、えー、と家族4人かな、えー、と夫婦と、えー、子供2人の分で、えーと、夕食の食事の量があのかなり多かったということで、えー、廃棄食材の廃棄の問題というのがあるとで、食材の廃棄の問題に問題提起をするべくというふうなことを、まあ、後付けで言ってましたけど、食事の量が多い、これは廃棄前提だみたいなことをツイート した結果まあ普通に炎上すするとということですね、まあの炎上している中で、です、ね、あのクソリップありがとうございますとか、なんかあだこうだみたいなことを言ってね、煽り体制がないくせにねなんか勘に触るツイートを投稿してで、炎上したら法的措置とか言いいです、ね、器がちっちゃいなと思うんですけどね。でまあ、そうこうしているうちに、まあここにあのネット陳相談田畑大学の、えー、田畑慎太郎総長がですね団長がですねあの参戦して火に油を注ぐんですよ。でまああの構成員の炎上話にまあ乗っかって、あのこれをうまいことを。 笑いとかその方向に持っていこうとするんだけれども全然滑ってるっていうね激サブですよ。 でまあ、さらに炎上するというふうなことになってしまい、でまあ、その後、です、ねまあ一段落したかなぐらいの時にあに、この頼金刑事が、えー、ノートで、まあ、必死にあの長文で言い訳を書いているわけですよあの、自分の方から見えている状況としてはこうだったんだ、ああだったんだみたいなで、こういうことが言いたかったんだみたいなことをまあ投稿して釈明をしているわけなんですけども、まあ、そもそも、ね、最初に自分から燃えるようなことをやっといて、で後からこうやって長文で言い訳を書くって、結構ダサいじゃないですか。 それだったら最初からその辺をうまく取りまとめてで投稿してうまいことそれこそだからホリエモンとかがわりとそういう系統ですよね最初からそこら辺を全部計算してあの誘導しておくっていう風な組み立てを最初からやってればこういうことにもならなかったでもそれができなかったっていうその自分の能力あるいはその炎上に対する危機管理能力のなさを公言してるのと同じっていうことになりますよね、まあ、ちょっとこいつの話するのはちょっとこれ以上は胸くそ悪いので、まあ、ちょっと話題を切り替えてここからはまあこれをいかに学びに変えていくかという話を、ね、進めていこうと思います えとその昔、ちょっと思い出していただけるかと思うんですが、えー、と鉄道系 YouTuber のスーツさんとケラスさんというのがちょっとひともんちゃが起こしたことがありましたよね。でまあ、その時にあのスーツさんがぶち切れであの徹底的にこう論破する動画を上げたんですが、まあ、その中で、まあ、スーツさん本人の段として、 発信力のある人、あのケラスさんというとだいたい6、7万人ぐらいの,あの登録者数が、まあ、それなりに発信力のある人ということになってるんですけれども、でまあ、そういう発信力のある人は、ある程度言葉を選んだり、投稿する内容を選んだり、考えたりっていうのを、やるもんだと思ってましたっていうふうなことをあのおっしゃってたんですね、まあ、多くの人はそう考えるんですけども、まあ、そうじゃない輩がそこそこ世の中にはあのいるというふうなことで、まあ、今回の頼金啓一であったりあの、某野党議員であったり、 あるいは、あ他にもいろいろありますけれども、でですねえー、特にその発信を成りわとする人、まあ、YouTuber であったり、ブロガーであったり、そんなものもいますけれども、まあ、そういった方々が、いわゆる広告の宣伝をして、まあ、その広告宣伝費をもらって、それを収益に変えてるということをやってるわけですけれども、じゃあ、本当の顧客は誰かって言われたら、それは広告媒体ではなくて、それを主張している一般大衆が本当の顧客じゃないですか。 そうであるということを忘れたとき、あるいはこ,こいつそういうことを忘れてんじゃないかと思われたときに、その発信元あるいはその発信者っていうのは大きな疾病怪証を食らうんだろうというのがまあ世の常なのかなというふうに思うわけですね。で、この本当の顧客たる大衆を忘れたときっていうのは一体何なんだって話なんですけど、これは私の解釈で申し上げますと、誤解なく。 自分の意見を伝えようとする姿勢、あるいはそのために、その自分の言葉であったり表現を修正しようとする意思が伺えない。えー、要するに、議論、言論、意見のキャッチボールができてないっていう時に、意見と議論のキャッチボールに失敗しているという事実を受け入れないとか、あるいは、そのキャッチボールに失敗したのは視聴者たるお前らが悪いみたいなことを言い出すとですね、もうこれももう、ただただ燃えますよね。 だから、一応、こちら側が発信者として、あの、多くの大衆をお客様にしているわけだから、基本的にはそのキャッチボールに失敗したという事実を率直に受け止めて、まあ、仮にそれが不本意だったとしても、一旦そこで謝っておいて、その後対応策を考えるっていうのが、あるべき大人の姿なのかなというふうに私は考えておりまして。 っていうか、まあ、これってまあ普通にその辺にいる新人のサラリーマンでもやってるようなことなんですけど、なぜか YouTuber とかね、まあ、そういうこところに行くと、そういうことができなくなるっていうね、不思議なもんですね。はいまあ、そういった話で、えー、我々発信者としてはの何をどうするべきかっていうと、まず,そのまず発信内容を考えると、あえてその炎上していくっていうんだったら、その炎上した先のちゃんと別の,その受け皿を用意して、で ああ、そういうことだったんだねっていうところまでレールを引いてから炎上するとか。で、その視聴者との,その意見、議論のキャッチボールの失敗とか、そういったことがあった時には、率直にその失敗を認めて修正をかける。基本的にはもう視聴者側に修正を求めないということですね。自分が変わると。<laughs> 世の中に不満があるなら自分を変えろですよ。これ、あの、広角機動隊の,あの草薙元子翔さんのセリフですけどね。はい。ということで、まあそういった意味では、まあ、あの今回、あの、 4ヶ月ぶりに動画を撮影、再開しました、あの、バイリングールの近さんも、まあまあ、大して変わらないような状況にあったりするのかなと思ったりするところでございます。まあ、今日の話はこういったところで、まあ、あの、今後の、あの、私自身の動画の作り方にもね、まあ、この件反映させていって、あの、ちゃんと視聴者の方々ともインタラクティブに動画作りをやっていければなというふうに思ったりするところでございます。まあ、今回のところは以上です。ありがとうございました。